こんにちは。速報が入りましたのでご紹介いたします。1年ぶりに E テレお母さんと一緒スペシャルステージ2021の開催が決定しました。場所は例年通り埼玉スーパーアリーナと大阪城ホール。目次スペシャルステージとは、スペステ2021詳細、2019年参加レポート、終わりに。スペシャルステージとは、スペシャルステージとはお母さんと一緒を中心とした E テレ幼児向け番組の夏祭り的な祭典です。現在では埼玉と大阪の2カ所で行われています。1階席には座席の代わりにシートが敷いてあり、子どもたちがのびのびと体を動かしながら楽しむことができるのが特徴。いないいないばあやパッコロリンなど他の教育テレビの出演者キャラクターがゲスト出演するケースもあり、2013年のみんな一緒に空まで届けみんなの思い以降は派生番組お父さんと一緒と合同で開催されています。2021年メンバーはお母さんと一緒のお兄さんお姉さん、花田雄一郎さん、小野敦子さん、福尾誠さん、秋元あずきさんとガラピコプーンのメンバー、チョロミームームーガラピコ以外にお父さんと一緒の新しいお兄さんまさとくんとゆめちゃんも E テレメンバー夢の共演になります。そして今年のスペシャルゲストは大助お兄さんとワンワンが出演します。会場が大きくファミリーコンサートよりも当選しやすく感じますので、とってもおすすめです。スペシャルステージ2021詳細、こちらが2021年スペシャルステージ埼玉スーパーアリーナの詳細です。日時、2021年8月21日、22日、1日3公演です。入場料やチケットの販売期間はこちらです。そして今回はお家で一緒に楽しもうということで、8月21日の土曜日、ライブ配信が決定しています。チケットの詳細はこちらをご覧ください。続いて、2021年スペシャルステージ大阪城ホールの詳細です。チケット購入方法。これまではチケットピアやローソンなどでの先着購入でしたが、2021年度のスペシャルステージではスクコムからの抽選販売に変更されました。以前あった先行購入もなくなっています。先着ではなく抽選です。申し込みにはスクコムの会員登録が必要になります。変更する場合がございますので、詳細は概要欄の専用ページよりご確認ください。埼玉スーパーアリーナスペシャルステージの感想。台風10号通過、予想最高気温が38度、40度とも言われた2019年8月17日、今回のスペシャルステージ、特に後半はよしお兄さんの舞台といっても過言ではない舞台でした。そして見に来ている人たち、それを心から喜んで歓迎していました。まず入り口で配られていたのはこちら、当日配布のうちわ。こちらはイベント限定の大判ハンカチ。埼玉スーパーアリーナの会場はこんな感じ。私たちの席では中央ステージとほぼ同じ高さ。お兄さんお姉さんの見え方は NHK ホールでファミリーコンサートを2階席後方で見ているのと同じ感じですね。表情はモニターですが、スペシャルステージ恒例の大きな台車に乗って通路を回ってくれた時はとってもよく見えました。2019年のスペシャルステージのテーマは、2019年のおかえつスペシャルステージのテーマはワクワクフェスティバルで、フェスティバルの案内人さんと一緒にスポーツフェスや食べ物フェスに音楽フェスを回るといった構成でした。もらったうちわを改めて見てみると、今回のサブタイトルは体動かせ元気だボーンです。
最後までご覧いただきありがとうございました。今回はおかいつスペステ2021についてご紹介しました。埼玉公演と大阪公演の違いは公演日時だけです。なおテレビ収録は例年埼玉公演となっており、9月下旬頃にテレビ放送されています。改めて抽選の申し込みは、埼玉は6月8日火曜日12時から、大阪は6月22日火曜日12時からです。お忘れなく。バイバーイ。